しかもお腹の中からなんとプラスチックの塊が。驚きのニュースをお届けします。1ヶ月使えせプラスチックを使わない生活も20日目。つくら日本を織田の旅、大阪を離れお隣奈良県にやってきました。奈良県といえば奈良公園、奈良公園といえばそうこの愛くるしい奈良地下です。地下線美を当てることができる有名なスポットですが、なんと過去には奈良地下があるものを食べて亡くなってしまうという悲しい事件がありました。地下たちが食べたもの、それは人間が使うビニール袋です。袋に残った匂いを嗅ぎ誤って食べてしまうことがあるそうで、2019年のニュースでは5ヶ月間で亡くなった14頭のうち9頭が胃の中からビニール袋の塊が発見されており、そのうち1頭のお腹からは重さにして 3.2 キロのビニール袋が発見されたといいます。奈良公園をゴミ拾いしながら歩いてみましたが、清掃員の皆さんの尽力もあり、量としてはあまり落ちてなかったものの、こうしたプラ包装やペットボトルが実際に落ちていました。気づかないうちに鹿を傷つけてしまわないように、奈良公園にお越しの際はゴミの持ち帰りを気をつけていきましょう。日本横断、次回は地元滋賀県へ。頑張りますので、引き続き応援、いいね、シェアのご協力よろしくお願いします。